広島茂雑貨店レチェの向田です。店舗に来られる方から2階は何があるんですかと本当によく聞かれますので、今回ご紹介してみたいと思います。2階は貸しスペースになってますので、どなたでもお使いいただけます。また見学も随時行っておりますので、店舗に来られた時に、お声掛けください。教室がしたいとか、ちっちゃなお子様連れの方とか、本当にたくさんの方が、共通して何かしたいって言われることがたくさんありまして、レチェの2階のスペースを使ってやりたいことのお手伝いができればいいかなと思って、やっております。ワンデーショップやハンドメイドの販売、フリーマーケット、作品展示、ワークショップ、教室や講習会、あと役員会や集まりなどの会議や、絵や写真、オブジェなどのギャラリーに使ったり、撮影スタジオとして、何か撮影クローズで写真撮影なんかもしたり、ママの集まりや手作りする場所、使い方はあなた次第です。アロマ教室、ヨガ教室、写真撮影、勉強会スクール、ハンドメイド販売、ワンデーイベント、プチ料理教室、子どもたちのお絵かき教室などなど、今までも様々に使いました。1階とはまた違いまして、2階は12畳と3畳の2部屋になります。お申し込みの際にはホームページの方に、お問い合わせフォームがありますので、ぜひそちらの方をご利用してください。重機、机、棚、いろいろ無料で貸し出ししておりますので、何か気になるものがありましたら、ぜひお問い合わせの方お待ちしております。昔から夢見ていた憧れのお店や、今の経験を生かしたお店など、店舗を持つのは大変、そこで2階のスペースで1日オーナー気分を体験、参加型スペース活用例を見て、今度は自分たちがお店講習会をしてみませんか。以上、広島手芸雑貨店レチェの向田でした。